ナンバーアンダーラインアイがワイヤードミュージックフェスティバルに登場。名古屋の夜空に響く熱狂のステージ。ナンバーアンダーラインアイが登場するのは18時30分、ファンにとって待ち望んだ瞬間だ。ワイヤードミュージックフェスティバルに参加するファンの心は、早くも熱気に包まれている。特に、平野省元優太、神宮寺優太の3人が再び共演するというニュースが広まり、 ファンは期待と興奮で胸を膨らませていた。彼らがステージに立つ姿を思い描くだけで、まるで夢のような気持ちになってしまう。彼らが着ているヴィンテージ風の T シャツもファンの間で話題になり、多くのファンが同じように自分の T シャツを洗濯機で洗って、独特の風合いを出そうとしているのは微笑ましい光景だ。次のグッズもバンド T シャツ風のデザインを望む声が多いのもうなずける。フェスは音楽だけではなく、 ファッションやライフスタイルにも影響を与える一大イベントだ。名古屋の夜空の下で、ナンバーアンダーライン愛がどのようなビジュアルで、どのようなパフォーマンスを披露するのか、ファンは待ちきれない気持ちでいっぱいだ。まるで未知の冒険に出かける前のようなワクワク感が広がる。この瞬間を記念に残すため、公式からの写真も期待しているファンが多い。音楽フェスは、ただのライブイベントではなく、 アーティストとファンが一体となり、特別な空間を共有する場だ。屋外で行われる夜のライブは、特にその場の空気感を高める。熱狂的なファンたちは、暑さに気をつけながらも、最前列で彼らを見たい一心で、体力を温存しながらフェスに挑んでいる。ゴールドチケットを持っているファンは多少安心かもしれないが、それでも最良のスポットを確保するためには早めの準備が必要だ。 ワイヤードミュージックフェスティバルは、さまざまなアーティストが参加するため、ナンバーアンダーライン愛だけを目当てに来たファンにとっても、新しい音楽との出会いの場となる。知らないアーティストのパフォーマンスを楽しみながらも、早く翔くんに会いたいという気持ちは抑えられない。暑さで溶けそうだと感じつつも、その期待感はますます高まる。音楽フェスティバルは、参加するすべての人にとって、日常を忘れさせてくれる特別な体験だ。 それが暑さや疲れを超えても参加する理由となっている。何時間も並んだり、立ちっぱなしで疲労感が襲ってきたりする中でも、推しアーティストに会えるという思いが、それを乗り越えさせる原動力となっている。ナンバー,ア,ンダーラインアイのステージが始まるまで、ファンは他のアーティストのパフォーマンスを楽しんでいるが、心の中ではやはり彼らの登場を待ちわびている。ファン同士での交流も、このようなイベントの楽しみの一つだ。 SNS では、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイ、ハッシュタグワイヤードミュージックフェスティバルといったハッシュタグが飛び交い、リアルタイムで会場の様子やファンの声が伝わってくる。これにより、現場にいないファンも一体感を感じることができる。特に遠くからフェスに参加できなかったファンにとって、SNS での情報は重要なつながりの手段となっている。彼らもまた、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを心待ちにしており、 そのの思いいがが一つにつながっているのだまた、フェスに参加するために名古屋にやってきたファンの中には、推しグッズを身につけて全力でフェスに挑む人も多い。T シャツやアクセサリー、さらには家族で参加するファンもいて、音楽が世代を超えて広がっている様子がうかがえる。特に、子どもたちが学校でナンバーアンダーライン愛を布教しているというエピソードは、彼らの影響力が幅広い層に及んでいることを示している。 音楽が家族や友人をつなげ、共通の話題を提供するというのは、フェスティバルの大きな魅力の一つだ。屋外フェスは特に体力勝負であり、暑さとの戦いでもある。多くの人が長時間のパフォーマンスを楽しむために、事前の準備が欠かせない。水分補給や休憩場所の確保、そして暑さ対策をしっかりと行うことで、最高の状態でフェスを楽しむことができる。それでも、 真夏のフェスは簡単ではない。過去のフェスでは、倒れる人が続出し、日陰に運ばれるという場面もあった。今回も同様に、参加者たちは暑さに注意しながらも、準備を怠らないよう心がけている。そしてついに、ナンバーアンダーライン愛が登場する瞬間がやってくる。ファンは息をのみ、ステージ上に現れる彼らの姿に目を奪われる。その時の感動は言葉に尽くせない。 大勢の観客が彼らに向かって声援を送り、手拍子をし、ダンスで応える。まさに音楽を通じて一体となる瞬間だ。この瞬間を共有するために、ファン同士が協力し合い、その場の雰囲気を最大限に楽しむ姿が印象的だ。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、その場にいるすべての人を魅了し、彼らの音楽の力がいかがに強いかを再確認させる。フェスの終わりに近づくにつれ、 参加者たちは疲れを感じつつも、心は満たされている。名古屋での一夜は、まさに夢のような体験だった。フェスティバルは、ただの音楽イベントではなく、人生における特別な思い出となる。その中でナンバーアンダーライン愛が果たす役割は大きく、彼らの音楽はこれからも多くの人々の心に残り続けるだろう。ファンたちはその余韻に浸りながら、次のイベントや新しい音楽を楽しみにしている。 そして、この瞬間がまた新たな音楽体験への出発点となるのだ。音楽は、言葉を超えて人々をつなげる力を持っている。フェスティバルという場は、その力を最大限に引き出す場所であり、アーティストとファンが一体となって共鳴する瞬間が生まれる。ワイヤードミュージックフェスティバルでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、その一例に過ぎない。彼らがこれからどのような音楽を作り出し、 どのような未来を切り開いていくのか、ファンの期待は高まるばかりだ。そして、その期待はきっと次のステージで再び実現されるだろう。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスが終わり、フェス会場には歓声と共に拍手が鳴り響いた。ステージ上で彼らが見せたエネルギーと情熱は、観客の心を深く揺さぶり、多くのファンにとっては一生忘れられない瞬間となっただろう。屋外でのライブは特に、 その場の空気を直に感じられるため、会場全体が一体となる感覚が強い。夜空に響く音楽、そして観客が一つになって応えるコールや手拍子は、まるで音楽そのものが生きているかのようなダイナミックな体験だ。これこそが、フェスならではの魅力であり、アーティストとファンが同じ瞬間を共有するという特別な体験の真髄だ。このような体験は、単なるエンターテインメントにとどまらず、 ファンにとっては生きる力や元気を与えるものでもある。平野翔、岩優太、神宮寺優太の三人が再び揃ってステージに立つという事実は、多くのファンにとって感動的な瞬間だった。彼らの音楽はもちろんだが、その背後にある友情や絆、そして努力の積み重ねが、観客一人一人の心に深く響いたのだろう。ステージでの彼らの姿は、輝かしく、堂々としており、 そのパフォーマンスからは彼らのプロフェッショナルとしての姿勢が伝わってきた。フェスが終わった後、SNS では多くのファンが感想をシェアし、再び彼らのパフォーマンスについて語り合う。リアルタイムで共有された感動の瞬間は、たとえ会場にいなかった人々にも伝わり、より多くのファンがその興奮を追体験することができる。SNS の力によって、音楽フェスティバルの体験は一瞬にして世界中に広がり、 さらにに多くののの人々にその魅力を伝えるることができるのだ例えば遠方に住んでいたり当日フェスに参加できなかったファンも他のファンが投稿した写真や動画感想を通じてまるでその場にいるかのような一体感を感じることができるまたフェスの後には余韻を楽しむ時間が待っている疲れを感じつつもその場で得た感動を語り合うことでフェスティバルの体験はさらに豊かなものとなる 友人や家族と共有するその時間は、まさに音楽が人と人をつなぐ瞬間であり、その記憶は長く心に残るだろう。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを目の当たりにしたファンたちは、その感動を日常に持ち帰り、また次のフェスやコンサートを心待ちにすることだろう。さらに、ワイヤードミュージックフェスティバルのような大型フェスティバルは、単に音楽を楽しむだけでなく、 アーティスト同士のコラボレーションや新しい音楽ジャンルの発見の場としても機能している。ナンバーアンダーラインアイのような人気グループが参加することにより、彼らを目当てにやってきたファンが、他のアーティストの音楽にも触れる機会が増える。これは、音楽シーン全体にとって非常に重要なことであり、新しい才能やジャンルが広がるきっかけとなる。実際、フェスの会場では、 ナンバーアンダーラインアイ以外のアーティストのパフォーマンスを楽しんでいるという声も多く聞かれ、その多様性がフェスティバルの魅力を一層引き立てている。音楽フェスティバルは、文化的な交流の場でもあり、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が一つの場所に集まり、音楽という共通の言語を通じてつながる場だ。ワイヤード・ミュージック・フェスティバルでは、国内外のアーティストが一堂に会し、異なるジャンルの音楽が次々と披露される。 その中で、ナンバー・アンダーライン愛のようなアーティストが登場することで、フェス全体がさらに多様で活気に満ちたものになる。音楽は時代や国境を越えて人々を結びつける力を持っており、フェスティバルはその力を最大限に発揮する場所だと言えるだろう。ナンバー・アンダーライン愛のパフォーマンスがフェスティバルを締めくくる象徴的な瞬間となったが、それはただのエンターテインメントではなく、多くのファンにとっては人生の一部となる特別な体験だった。 彼らの音楽がもたらす感動は、一過性のものではなく、長く心に残り続ける。そして、彼らがこれからも新しい音楽を作り出し、多くの人々を魅了し続けるだろうという期待はますます高まっている。フェスティバルでの一夜の出来事は、未来への序章に過ぎない。ファンたちは彼らの次の一歩を心待ちにし、また新たな物語が始まることを信じている。最終的に、 ワイヤードミュージックフェスティバルは単なる音楽イベント以上のものだった。ファンにとっては、ナンバーアンダーラインアイとの再会、そして新しい音楽との出会いの場であり、それぞれの感動が交錯する瞬間だった。名古屋の夜空の下で感じた音楽の力、それを共有するファンたちとの一体感は、誰もが一度は体験してみたいと思うほどの魅力を持っていた。フェスティバルが終わった後も、その余韻は長く続き、 ファンたちは次の冒険へと心を踊らせている音楽が与える力その可能性は無限でありこれからも新たな驚きと感動を私たちに届けてくれるだろうそしてまた次のステージでナンバーアンダーライン愛がどんな物語を紡いでくれるのか誰もがその時を待ち望んでいる